ミスターまゆみさん、そして動画をご覧の皆様こんにちは。今回はね、ミスターまゆみさんがまだまだ全然行動量足りないよと、凡事徹底足りないよというふうにね、おっしゃっておりました。凡事徹底ね、やることをやる、いろんなことをね、続けていくってことは非常に難しいわけなんですけども、ただ難しいことだからこそ突破しないといけないのかなと思います。難しいことを避けてしまってね、何も達成はなしないのかなと思うんですよね。それでですね、私はですね、情報発信者としてはやっぱり発信の量を増やさないといけないなというところがあります。で、次にですね、やることは受信してくださる人の量を増やすってことなんですよね。だからこれが再生回数であったり、 YouTube で言ったらチャンネル登録者数であったり、ブログだったら PV だったりするわけなんですよ。で、発信を増やすと受信してくださる可能性は増えるわけなんですよ。だから発信を増やしていきましょうってことなんですけども、これがですね、発信の精度とか密度が上がってくると、ちょっとの発信でたくさんの受信者ができるわけですよ。それが一つの動画で10万再生みたいなレベルなんですよね。いきなりこれは無理です。ですんで、最初はですね、量を増やして質の悪い分、量でカバーしていきましょうってことなんですよね。これはもう何回もお話してるんでお分かりだと思うんですけども、このインターネットの世界で成功しようと思ったら、うまくいってる人ってすべからく量が多いです。一流の人は量がそこまで多くなくても結果を出してるから一流なんですよ。でもですね、2流、3流、4流、5流、そして普通の人の私たちは、量を普通じゃないところまでやらないと普通を抜け出すことができません。今日の動画なんですけども、普通にとどまるなってことなんですよ。普通を否定しましょうと。自分は普通の人間ではない、普通の人間だからこそ普通じゃないところに行かないと普通じゃない人生は送れないっていうことなんですよね。まあ、ここがね、短くてもかなり重要なことだと思います。ですので、私はね、闇雲に凡事徹底をしろってわけではないんですよ。何のためにしていくのか。凡事徹底は目的ではなくて手段なんだよってことをね、この動画では強くお伝えしたいと思います。だから凡事徹底はね、もう必要条件なんですよ。ね。凡事徹底がないところに、その先にある自分の人生をこの手で掴むっていうね、そういう結果はないんですよね。ボクサーっていうね、例がありますけど、ボクシングをする人っていうのは、ものすごい練習をしますよね。で、食事も気を使いますよね。減量があるからなんですよ。で、人とも争わないようにします。ちょっと喧嘩して出場停止になってもいけないし、自分が怪我をね、させられて、それで試合に出れなくなってもいけないんで、余計な争いとかね、見栄の張り合いはしないんですよ。喧嘩吹っかけられても全然相手にしないですよね。なぜなら試合のために全エネルギーをそこに向けてるからなんですよ。さあ、私たちはどうでしょうか。ビジネスをするときに身内とか周りの人と摩擦を起こしてませんかね。ビジネスをしたいんだけど奥さんが止めるとか、会社の規定があってできないとかっていうふうなね、そんな小競り合いをしてるからビジネスの体制に行き着かないんだと思うんですよ。そういうのはね、すぐにね、もう、乱暴な言い方しますと 2,3 発ぶん殴ればみんないなくなりますから。で、自分のことをやればいいんじゃないかなと思います。まあ、ぶん殴っちゃダメですけどね。ぶん殴るっていうのはちょっと言葉の比喩なんですけども、どのようにその人たちを分かっていただけるか、その人たちに協力していただけるか、これが最初のビジネスだと思います。周りの人を協力者にする。そこからでしか遠くの人に協力してもらうことはないのかなと思いますね。ですんでね、リアルな場でも発信をどんどん変えていかないといけないかなと思いますよね。はい、以上でございます。